はい、おすみおと。にはお。おす。とたちょん。今日買い物した。買い物しましたね。てるってんの。あれ？てるってない。トントン、めっちゃ可愛いやろ。かわくわ。かわくわ。スヌーピー。これいくらで撮った？次はミチルのものや。俺のだけどね。え？俺のだけど。あ、眉毛は赤い。眉毛あったんかい。今日の目的はピアス。ピアスを買いに行ったら、スヌーピーを。スヌーピーをゲット。袋まで可愛い。ゲームセンター。さすがジャパン。ディスプレイはこれは何？これは。ジャパニーズアニメのコスレーン。難しいけど、ゾイド。はい、次。かっこいいんすよ、俺。次動くん走る。おい、すごいでしょ。毎回駄菓子を買っちゃうね。これとか、これ食べたことあるんですよ。ゾイドとは数万年前に宇宙に飛来した一つのゾイドコアによって生まれた金属の体を持つメカ生命体。その姿は動物や恐竜など多種多様で。あ、もういいぞ。高橋いっぱい買った。何の商品？わさび。3、2、3、4。これそこまで食わせる。パチパチパニック。いや、全部使いやすい。長ーい。食べたことある。買ったかな。まだある。海だらけや。絶対この二人やと思う。お金やどんだけ好きなのって思われるんだろ。これ 1g 5.4円。これ一番高いのこれ。あ、気持ち悪いやつ。あげ。これいくらあっけ。これ100円ぐらい。頭食べていい？待って、俺も食べる。気持ち悪い。ああやつ、硬いやつ、柔らかいやつ、全部ある。グラムね。全部で1500円。ちょっと高い。このバッグ300円。スヌーピー入るじゃん、これ。いい買い物したよ。かわいい。かわいい。いつもそうだもんね。あるある。いつもお菓子買っちゃうもんね。私たちいつもそうじゃん。確かに。行く時と違うものを買う。買っちゃう。わお。かっこいいね。復元でしょ。かっこいいね。だから復元するんだ。古代の。生物だから。古代の生物だから。復元の書を読んで蘇らせるんだ。そうだね、説明書で意味だよね。の復元の書や。ちょっと待って、めっちゃ汚いけど。ゴミだらけよ。